えっとね、これ別に、ね、何もそういったものが、ね、幽霊的なものは出てこない話なんですけれども僕、えー、19歳になる年に、まあ、高校卒業して1、ね、人暮らしを始めるで生まれ故郷、帯広ってとこなんですけど札幌に出て生活し始めたんですね1人暮らし始めてすぐの頃だったんですけど、まあ、高校時代から仲の良かった大沼君という友達も彼も、ね、札幌に出てきて僕ん家の近所に住んでた。 である晩、この大沼君、まあ、車を手に入れたっていうのでちょっと心霊スポットってのを行ってみようぜとで僕ね、ね確か記憶の中で僕が、ね、心霊スポットと言われる場所に行ったのはそれが初めてだったんですよ。で行ったのが僕、大沼君、大沼君の彼女の3人なんですよ。 札幌の外れにあった展望閣という、えー、廃墟。元あれ、旅館だったのかなホテルだったのか。正直僕はどういう言わ,言われがある場所なのかもよくわからずに行ったんですで、やっぱ僕はね、怖いんで、そういうのは昔から。あの、先頭に大沼くんで、彼女。で、僕は、ね、一番後ろついていくんですけど、この大沼くんっていうのはね、高校時代からこのイケイケの男で、怖いもの知らずなんですで、懐中電灯一つ持って、 どん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 ん建物の奥に行くでボロボロに朽ち果ててるんですよいやー怖いなーなんつってたらこの先頭のね大沼くんが「いや村上実はなと」とこの建物の中で一番怖いのは地下にあるボイラー室なんだって言ってやっぱり先頭でね階段を降りていくんですよ あるんですねボイラー室で書いてあるんですでこの鉄扉があるんですけどその鉄扉をこの大沼くんドアノブつかんでガチャって引いた瞬間にうわっって言ったんですでその悲鳴で僕もねこの大沼くんの彼女もびっくりして「どうした?え」「え沼何があったんだ?」って言ったらくるっと振り返った大沼くん僕を見てね「別に?」って言うんですそれっきりなんです で、まあ、日をね明けて「まあ沼とあの時何見たの?」って聞いても、まあ、それまでねどんな話題をしてこうにこやかに笑ってたとしてもその質問した途端大沼君の表情スッとなくなるんですであの時と同じ口調で「別に?」ってうで割とねこう短期な男なので同じこと何度も聞くとすぐにね怒るようなやつなんですけどこの質問した時だけは何度聞いても 怒ることもなく一瞬で表情が消えて別にっていうんです結局僕いまだにあの時大沼君が何を見たのか全くわからないんですね。という生まれて初めて行った心霊スポットで体験したお話でした。ありがとうございますえこう奇妙なものを見る っていうのはやっぱりいろんな人が、まあ、めったには経験しないかもしれませんがやっぱ階段を集めているとそういったことを経験した方は何人かいらっしゃるみたいですよね。あのこの話はですね聞いたのは割と最近なんですよ。あの私の知人で DJ をやっている女性の方がいるんですがその方の高校の時の先生がある奇妙な体験をしたという話を聞かせてくれたと言って、まあ、僕にその話をしてくれたんですけどね、えー、その高校の先生、女性の方なんですよ。 えー、当時では年齢でいうと、まあ、30半ばぐらいの方だと言ってました、その女性の方、東京の渋谷にある、えー、とあるエリアに住んでいたんですが夕方の時間帯、ってましたかねあのスーパーに買い物行ったそうなんですで、ちょうど夕方時間ですからね、結構スーパー、にぎわってるわけですよ、夕食の,、ね、あの食材を買いに来ている、えー、主婦の方とか、えー、他のお客さんとかですね、結構いろんなその広いスーパーで、えー、たくさんの人がにぎわっている。 まあそこで、えー、その女性の方、えーまあ、何を買おうかなと今日の夜、何を食べようかなと思いながら、買い物かごを手に持って、えー、そのスーパーの中、歩いていたそうなんです。そしたら、ちょっと先を見たんですけどね、あのそのちょうどあれが鮮魚かなんかのコーナーですね、そこで、えー、大きなスーパーなんで、えー、人がにぎわってるのが見えるんですよ。すると、にぎわってるその人混みというか、の奥から、一人、多分初老の女性の方が、 直線ににこっっちに向かってスキップをししてて近づいいくるらしいんですこのスーパーの中でこうスキップして近づいてくる初老の女性ちょっとギョッとしてですね「えあの人何してんの?」って思ったんですよねただその女性もう本当にこっちに向かって「たーっとスキップしてこう近づいてくるわけですこうで近づいてきて「え何何何?なになになに」って思っていたらその女性自分の目の前に来て 顔を本当にこれぐらいの距離近づけて「あなた子供を産んだら大変なことになるわよ」って言ったそうなんですちょうどその頃その女性の教師の方妊娠をしていて確かに子供を宿していた時なんですよえこの人何言ってんだって思ったらその次の瞬間ですその初老の女性まるでビデオテープを逆再生したかのように こちらも見ながら後ろ向きにスキップをして去っていたそうなんですよね。あのちょっと前にね、あのクリストファー・ノーランの「テネット」って映画がありましたけど、本当にあのビジュアルのままというか、あの本当に逆再生したかのようにその中が去っていたらしいんです。でも絶句して、私何見たんだろうって思ってるそうなんですが、まあ、ただ幸いにも、えー、その女性の教師の方、その後、えー、と無事にお子さんを生まれて、 えー、特に何か問題があるわけでもなく、今、えー、無事に暮らしてはいるみたいなんですが、そういった奇妙なものを、えー、東京のあるスーパーで見たと、まあ、そんな話を聞かせていただきました。ちょっと今の,あの響さんのお話聞いて,て思い出したんですけど、あの僕の知り合いにあの占い師の方がおられまして、蒼井さんという女性の方なんですけどね。その方に なんですかね、相手の運命とか未来とかどういうふうに見えるんですかって聞いた時があってそしたらねよよくその占いをするときになんか相手の、ね、頭の上を見てるとなんか文字が浮かんできてでそのことを相手に告げるとあその通りですとかそういうふうなことがあるんでもう私は文字で見えるんですよねあと時々あのビジュアルイメージで見える時もありますなんて。 そういうことをおっしゃってて、ああ、そういうのあるんだと思って、ちょっと不思議に思ってたら、あるときに僕の行きつけの喫茶店で、えー、今、50、60ぐらいの男性がな、がおられるんですけど、その方がね、ちょっとなんか、人の未来が見えるみたいなことを言ってるんですよ。例えば、あるときに女性の方と、えー、その喫茶店で言い合わせたときに、頭の上に、名古屋っていう文字が見えたと。 それで、その、名古屋に何か関係ありますかみたいなことを聞いたら、あ昨日、あの、娘の結婚式で名古屋に行ってたんですとか、なんかそういうことがあると。それでね、えーえー、そんなことあるんですかって言ったら、その人、もともとあのー、若い頃はね、テストドライバーの、例えば自動車の開発のテストドライバーってやってたらしいんですよ。それも本ほんと時速200キロぐらいでもう、本当に。 テストドライビングコースをぐるぐる回って、その、なんですかね、生きるか死ぬかのギリギリみたいな状態みたいなのを経験したら、そういう能力が身についたって言って、いや本当ですかって、僕のことを、あのー、ちょっとでも、カオスさん、気をつけてくださいねなんて言うんですよ。え、なんでですかって言ったら、僕の頭の上に、腫瘍って文字が見えるんですって言うんですよ。でやだなって,思ってそれあのガン みたいなことかみたら、いやちょっと分かんないんですけど、なんか、新聞の古いフォントで、なんか70年代ぐらいのフォントで、主要みたいな文字が見えるっていうんですよ。で、だから、文字がねあの、その葵さんにも聞いたときあるんですけど、どういうふうに見えるんですか頭の中で見えてるイメージなんですかって言ったら、本当に、こう、なんですか、ビジュアルとして実際に見えるらしいんですよ、その文字が。で、その男性も、 腫瘍っってていうう文字がもうはっきりフォントまで見えてるとでも嫌な話だなと思ってだからちょっとあの検査とか行ってくださいって言われてで検査行ったら腫瘍、あのー、じゃなくて尿管結石が見つかったんですけど、まあ、それは全然大したことなかったんですけどそれでねなんか次会った時にいや全然検査行ったですけど腫瘍なかったですよみたいなこと言ったらおかしいな,なんか確かに見えたんですよっていう話があってでなんか ししばららくしてからねね実家に行ったんですよ、ね、そしたらなんかおふくろと姉貴がいてなんか昔の思い出話みたいのをした時に「そういえばあんたが、あのー、生まれた時ちょっと大変だったのよ」みたいなこと言われて「えなんで?」って言ったら「あのー、なんか調子が悪いから産婦,婦人科に行ったら腫瘍ができてます」と。だからそれちょっとあの手術しないとダメですよって言われて。 ですってそれでねだけどななんかなんか違うと思って違う病院に行ったらおめでただったと腫瘍なんかじゃないですよ妊娠されてますよって言われてそれで、あのー、生まれたのが僕だっただから腫瘍っていうのは何ですかね僕にできたんじゃなくて僕自体が腫瘍だったのかなみたいな字も70年代で古い。 怖くないですねこんな話ねこ話 <laughs> 今のカオスさんの腫瘍で思い出した話があるんですけれども前にスリラーナイトに一度ご来店されたことのある達也さんという若い男性がいるんですけれどもこの方高校生の頃にお父さんが突然倒れてしまって入院することになったんです。で検査した結果 え、癌が見つかってしまって、もうちょっと手の施しようがないということで、週末医療になってしまったんですね。もうちょっと退院は見込めないので、ちょっともう。病院で入院して生活します。ということになってで、お母さんと達也さんとでもう月切りではないです。けれども、交代で病院に行くっていう生活が始まったんです。まあ、友達と遊びたい境ではあったんですけれども。 お父さんのこと大好きだったんでねお母さんと交代で病院に寝泊まりをするというでお父さんが入院して1ヶ月ほど経ったある日お母さんがもうとうとう疲労で倒れてしまってで高熱でもちょっと動けなくなってしまったんですで分かったじゃあもう俺が病院行くから」って言うんですけどお母さんは「私が行く」って言い張るんですでも気持ちは分かるけど父さんそれじゃ喜ばないよって もう他の人にね熱をうつしちゃうかもしれないから「俺が行くから母さんゆっくり休んで」そう言って金曜日と土曜日はこう達也さんが病院に泊まってお父さんの面倒を見るということになったんです。であるこう土曜日の夜中のことだったんです。お父さんが眠っている介護用のベッドと同じ、えー、方向にソファーがあるんですけれどもここに横になったんです。 消灯時間過ぎてもう真っ暗の中ぐっすり眠っていると真夜中近くタツさんふっと目が覚めたんですなんだかこの病室の中違和感があるんですえなんだろうなってでこの枕というのがお父さんと同じ方向に並べて寝てるんでいつも目が覚めてみるとお父さんの寝顔が見えるんですでもこの晩 目がが覚めて横見見るとお父さんの顔が全く見えないんですあれなんか変だなと思って暗くてよく見えないでもどうしても気になるなんだかゾワゾワと鳥肌が立つんですなんだかやばいで起き上がって暗がりの中目を凝らしてみると普段お父さん眠ってるはずのところにやっぱお父さんの姿が見えないなんでだろうだんだん暗闇の中目が慣れてきて見てみると 自分とお父さんののの間に黒い影のようなものが立ちはだこれってそう思ってるとその真っ黒い影の中から突然ぬるっとしたもうこれ肌色の手がニューッと出てくるんですえなんだこれってそれがゆっくりニューッと出てきたかと思うと達也さんのお腹のの辺りを突然グッとつかむんです。 これ表面じゃなくて内側の方に入ってきたんです内側の方までその手が入ってきてギュッと掴めてもうあまりの激痛でうわっと声が出てしまって「うわー痛い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 」って言ってるとその手突然ずっと引き抜いてそのままスタ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 ,スタと病室のこう出口の方出てってしまったんですであまりの痛みにもう声も出なくってうーっともだえてると。 お父さんのピーって音が鳴ってそのまま看護師さん呼んだんですがお父さんそのまま息を引き取ってしまったんです。であで、えー、分かったことなんですけれども達也さんがあの訳の分からない黒い物体に掴まれていた部分っていうのがお父さんが患っていた膵臓と全く同じ位置だったそうです。 でそれ以降僕その影見ることなかったんですけどあれから数年経った今最近ちょっとあの時つかまれた部分がチクチク痛むんですけど僕病院行った方がいいですかね千夏さんってそんなことを達也さん言ってました。僕全然怖い ものっていうのがないんですよねっていうふうに、まあ、堀田さんっていう男性が私に言ってきたんですよねその堀田さんっていうのは、えー、40ぐらいの新潟県に住む男性なんですが、えー、とにかく怖いという感情がないらしいんですよとはいえ実話怪談とかねホラー映画とか好きらしいんですよ好きよく見るらしいんですよでそれは面白いと思う感情はあるようなんですよ だからまあ多分私が面白いと思うものっていうのがみんなにとっての怖いなのかなでも怖いとかは危ない危険だゾッとするそういうふうには思わない感じないっていうんですねまあ例えばまあ心霊スポットもよく行くらしいんですよ堀田さんでえ最近では新潟県で有名な軽トンネルっていうまあ心霊スポット有名なところあるんですけれどもえ手彫りの,ねあの歩行者専用のトンネルがあるんですがえそこに わわざわざ一人ででで行ったらしいんですねで車の免許もないんで、車もないんで、わざわざ電車で行って、駅から20分以上は山の方に歩いて行って、そっちの方のトンネル探索するんですが、まあ、なんか女の霊が出るとかね、そういう噂があるのは知ってるんだけど、調べたんだけど、まあ、なんだこんな感じかと思いながらこう、う何にも出ないな、幽霊なんてって思いながら、普通に歩いて行って、で向こう側まで行った時で、ガサガサって音がした。 と思って振り向くと、そのトンネルの上の方の斜面に、クマが、こう、のしのし歩いたらしいんですよ、ツ、まあ、月のワグマですねで、こっちの方を気づいていないのか、まあ、斜面の方何も見ずに、のしのし上の方に歩いてるけど、まあ、もし、自分の方に気づいたら、えー、背の低いトンネルなので、歩行者専用のトンネルなので、えー、そんなの、ざーって斜面を駆け下りていって、こっちにどんって飛び降りることは全然できる、そんな高さなんですよね。 熊だって思って堀田さん息を吸って「おい!」って思いっきり一括したんですねそしたら熊がピクってなってそのままさーっと逃げていったそうなんですよでそのまま自分はなんか幽霊でないのかなってトンネルを探索し続けたらしいんですよねもう本当に怖いもの知らずとしか言いようがないんですがそんな堀田さんもね一回だけ怖いと思った ことがあったそうなんですよそれは6歳の時にお父さんお母さんと、えー、家でテレビを見ていて夜ですね21時から始まる刑事ドラマを見てそれが22時に終わったので、えー、まあもう寝なさいっていうことになってじゃあ歯、はあ、磨きましょうねって歯、はあ、磨いてる時に突然ものすごく怖くなったらしいんですよあどうしよう怖い怖い怖い何だんだろ,うなんだろうさっぱり意味が分からないけどすごい怖くなってどうしようい っって思って思お父さん、お母さんにどうしよう、すごい怖い、怖いよって言うんだけど、何言ってんのって、まあ、もちろんさっきまでドラマ見て、何の異変もなかったんだから、気なせだから早く寝なさいもんって、めんどくさそうに言われて、でお父さん、お母さんと川の字になって寝るんですが、ものすごく怖くて、怖くてしかなくて眠れないらしいんですよ、どうしよう、怖い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 って、布団かぶって、ガタガタと触れてる。 もういつまでたっても、怖、う、さ、ん、は収まらないし、眠くもならない。もう横の方ではお父さんとお母さんの寝息がすーすー聞こえてくる。そっとこう、布団をめくってみて、枕元のいてある置き時計、見ると、もう深夜1時になっていた。うわー、もうこんな時間かどうしよう、怖い、怖い、怖いよって思った瞬間に、その布団の隙間がすっと、誰かが自分を覗いたような気がして、パッと目覚めたら、もう朝の7時を過ぎていて。 外は明るるくなってるあれ、いつの間にか寝ちゃったんだと思って布団から出ると、昔、全身がびっしょり濡れてるんですよ。もう本当にものすごい汗をかいたみたいになってる。で布団めくってみると、敷布団にもう自分の人型のシミがつくぐらいびっしょり濡れてるんですね。だからおねしょではないんですよ。もう首元までもびっしょり濡れてる。頭の後ろもびっしょり濡れてる。ま、るでもお風呂 上がりにそのまま布団に飛び込んだみたいな感じのもう大量の汗か何かをかいて布団が濡れていたそしてその日を境に一切恐怖心というものがなくなってしまったそうなんですねだからもうどこの心霊スポット行ってもどんな階段を聞いても恐怖は感じないそうなんですよえじゃあ何かその、まあ、恐怖を感じないまでもなんか不思議なこととかねなんか変だなと思ったことはないんですかまあ熊にあった ぐらいかこいクマ以外で、なんかうこう、超常的な、超自然的なことないんですかって私、聞いてみたら、うんああまあ、そうですね、変なことはありましたね、まあ、それもつい最近のことなんですけどもって,って、えー、新潟にある廃墟のホテルに探検しに行ったらしいんですよ。 そこはもうね、2000年代ぐらいに閉鎖したホテルらしくて、まあ、廃墟としてはすごく新しい方で、私も全然知らなかったですね、そんなホテルが、廃墟があるっていうことで、初耳だったぐらいの、まあ、ニューカマーの廃墟だったんですけども、えー、そこは完全にもう車じゃないといけないような立地だったので、さすがに友達に頼んで、えー、男友達2人とその堀田さん3人で向かったそうなんですよ、まあ。とはいえね、やっぱ例によって、ああ、全然怖くないな まあそもそもね新しすぎるんで、廃墟に関する、まあ、なんだかんだ、もう根も葉もない噂でもなんでもいいんですけども、も例えばねオーナーが KFC に自殺したとかね、一家皆殺しになったとか、なんか殺人事件があったとか、そういう噂すらないし、中もそんなに汚れてないし、さびれてないんですよ、つい最近廃墟になったから。だから、それもホ堀田さんに限らず、一緒に同行した男友達2人も、あ、なんで全然怖くないね、怖くないねっていう感じで、まあ一通り巡って写真、せっかく来たからって言って、撮って。 帰ったんですもう帰ってくるのは深夜3時で、翌朝は仕事はあるんだけど、まあ大して疲れてないから、まあ3時間ぐらい寝れればいいやと思って目覚ましを6時にセットして、で、翌朝、じりじり、6時になって、目が覚めて。ああ、さて会社行くかと思って、ベッドから起きた瞬間に、ストってこう膝をついちゃったらしいんですね。あれなん,な,んなんだなんだって、え、っこう、体が動かないわけじゃないんですよ。でも異様にだるいなんかこう ハッてでしか歩けないような感じになっ,って、どうしようどうしようって、まあ、寝室からリビングの方になんとか行ったんだけど、そこの座椅子のところにうわって、もう崩れ落ちるようになっちゃった、あこれやばいぞ、なんだ、あそうか、あこれ、そうか、これ、あっ、って自分で分かったそうなんですよ、確信したそうなんです。これって自殺する人の気分なんだって思ったそうなんですね。 あ俺今から自殺し、自分で死,よう死のうとしてる、あもうそんな感じなのかな、でもまあ恐怖心はやっぱり例によってなかったんですよ。ただ、死ぬといろいろ困るな、迷惑かけるなっていうふうには思ったらしいんですね。でもまあ会社にはなんとか行かなきゃいけない、でもいけない、でもまあせめて連絡しなきゃいけないと思ううちに、ぐ で、午後また寝てしまって、で8時ぐらいに目が覚めて、もう、その時で気力を振り絞って、なんとか会社に、すいません、ちょっと体調不良で休みますって言って、でまた気力振り絞って、ベッドまで戻って、そのまま寝た。でも、その、何も起きない、だるい、やる気が出ない、体も動かないという状態がずっと続いてらしいんですね。 ま結局1週間ずっと寝込んだままになっててもうトイレと水を飲んでちょっと食べるぐらいしか起きれなかった状態だったんですでしかもそのベッドでずっと寝てる間も隣のリビングをずっとずっずって誰かが歩いてるような音が始終聞こえてきた、まあ、ようやく1週間経ってなんとかま元通りとはいかないまでも仕事に行けるようなぐらいまでには回復したんででもさすがにこれはあの廃墟に行ったせいだよなって自分で思ってで 友達に連絡したりしたたりんですよその一緒にいた友達もいや別にこっちは何にもないよってあそうなんだってあそういえばなんか、えー、とその撮った写真ねその,その場でいろいろメールしたりしたじゃんっていう感じになってきてでその一緒に行った友達じゃない友達にもいろいろと連絡してみたらだんだん分かってきたのがその一緒にいた友達2人は何ともなかったんですただそのメールで写真を送った 友達数人にはおかしなことが起きたんですよ。でいうのも1人は夢の中で赤い服の女に首を絞められる夢を見てで朝,朝起きたらもう体調不良になってて、まあ、会社を休まなきゃいけなくなっちゃった。でもう1人は駅の階段を降りてる時に突然だけドーンって押されて転げ落ちちゃってはって思わず振り向いたら赤い服の女が。 上の方に立っていてい自分を見下ろしていた、あこの女が押したんだなと思った、でもう一人は突然、何にもない、えー、普通の道路、段差もないところを歩いている時に、突然、すっと足を払いされているような感じになって、って、お尻から落ちてしまって、尾底骨を骨折した、でその時きもパッと後で見ますと、赤い服の女がこっちを見ながら、後ろ向きみたいな感じで遠ざかっていったあ、この女じゃないかっていうのが、偶然にも3人同じような形で起こってしまった。 しかもね、その3人が口をそろえて言うんですよ。お前が送ってきた写真、赤い服の女は写ってるだろ。あの写真に写ってるあいつだよ。っていうふうに言うんですよね。で、堀田さん言うんですよ。吉田さん、あのね、私も何,何枚かメール送ってんです、何通か送ってんすですで一緒に行ったやつを見せてるんですよ。だけど、ただ見るだけだったら大丈夫なんです。保存しちゃうとダメらしいんですよね。 見る分には大丈夫なんで吉田さんを見ますかって言ってその背景に写真を私見せてもらったんですよ確かにおかしな写真なんです、まあ、ホテルの部屋ラブホテルなんでねちっちゃい部屋なんですよだから、えー、堀田さん1人しか入れないような感じで入り口から写真を撮っているすると窓に映り込んだこの写真を撮ってね携帯を向けている堀田さんの影が写ってるただ、えー、こう2枚ある窓ガラスのうちの反対側 左右の違う方に、確かに、すごーく背の高い赤い服を着た女のような人影が映っているんです、堀田さん175センチだから、もうそう考えると、2 0 0何十センチぐらいの大きな細い女、赤い服を着た女のような影が映っている、それを見せてもらって、あこれ、これ、確かにみんなの言う通りなんじゃないですか、友達の言う通りなんじゃないですか。 この赤い服の女を保存した人たちの中に、こいつが訪ねてきて、何か悪さをしているってことは、これ持ってたら、堀田さんのところにも来るんじゃないですか、そして、分かるんですよ、分かんないですけど、堀田さんが6歳の時に見たかもしれない、誰か布団をのぞいた何か、それ以降、恐怖心を失ってしまった、その何かっていうのは、この赤い服の大きな女、これなんじゃないですか。 堀田さんのところに来るんじゃないんですかって、私はまあ忠告のつもりで言ったんですけど、あそれでしたら、じゃあ私ね、そう思ってね、自分もそう思ってて、いつかね、この女が来てくれればいいなと思って、保存してるんですよ。吉田さん、どうしますこれ、送りますあはい、ぜひ、LINE で送って,てくださいって。あでも、見るだけないんですよ。見るだけならいいんですけども、これ、保存しちゃうとまずいですよ。吉田さんのとこうも来るかもしれないですよ。って言われたんですけど、 まあ私は私でこういう職業をしているのでまあ送ってくださいと言ったら「まあ堀田さん吉田さんも私と同じぐらい怖いもの知らずなんじゃないんですかね」って言われたその写真がこちらになるんですけどもね拡大しましょうかここですね まあこののラブホテの入り口から撮っているんですよねで窓ガラスに映り込んでくる映りますかねかカメラにで、まあ、こっち側が堀田さんですねでこっち側に確かに、うん、でもこんなものが部屋の中にあるとは思えないんで異様に背の高い赤い服を着た女らしき人影が映ってるんですね。 カメラ映りますか、ねまあ見るだけなら大丈夫らしいので皆さんもまあ見ておいてくださいねただ保存してしまうとまずいかもしれないだからまあ今収録しているこのパソコンの1台や2台は壊れるかもしれませんね。 アーカイブしなきゃいけないからね、そういえばね。<laughs> そっかあ、今気づいた、やばいやばいやばい、<laughs> アーカイブが、YouTube 社が壊れちゃうかもしれないですね <laughs> じゃあ、まあそ。でもね、そんな感じのお話です。ありがとうございます。どうも、ルトコレクター、タラ田中主義ですよ、皆さん。<laughs> もう眠たくなってきたところでしょうね。何時ですか何時一1時。なるほど。早く、早く喋れよ、お前はっていう感じですね。<laughs> 早く喋れというあの心の声が皆さんから聞こえてますけども、はい、これちょっとややこしい、これちょっとややこしい話なんで、途中でもう訳分かるようになるんで、あの僕も。 2人変なコメント聞いてますか読み上げてくださいよ。<laughs> あの,あの僕よく行くあの、ね、骨董品屋さんがあるって言ってたあるんですけどもそこでずっと探してたものがあるんですよ僕あの。人形を探してたんですよずっと。で 欲しかった人形なんですけどその琴平さんが言うには「それう誰かに打ったんちゃうかな」とか「いやもう今手元にないねん」ってずっと言っててああ諦めてたんですねちょっと。でもね最近少し、うん、さいちょっと前ですねちょっと前連絡があって「いやちょっと店来てほしい」って言われて行ったんですよ。で行ったら「いや実はちょっとある夢を見て。 でどんな夢なんですか?」って言ったらそのオーナーがあの、えー、三重県出身だったと思うんですけど三重県で子供の自分にこう砂浜でですねあの泣いてるんですって自分がええーんって泣いてたらあのその遊んでた友達がこう「バイバイ!」って言って逃げていくんですってで「待って!」って言って追いかける夢なんですよでオーナーナはその時すごい 小学校も行ってないぐらいの年、えー、なんですね。で、ちょっと年上の子供たち友達がバイバイって言って逃げるように帰っていって、で追いかけても追いかけてもあの捕まらないで、であげくのあたに上げあたに一人になって、泣きながら起きるっていう夢を見ます。でもその夢の話って実際経験したあの話で。 本当に昔砂浜で一人ぼっちにさせられてあの泣きながら近所のおばちゃんがあの連れて帰ってくれて「泣いとったで」って言ってそういう体験があって何で,で今更こういう夢を見るんかなって思ってなんかこう忘れられるってすごいあの悲しいことやなってなんか自分で思ったらしいんですよ。でその時にすごいいい忘れてててた記憶がいっぱい蘇ってきてあれ あの田中君が言ってた人形って店にあるんちゃうかって言って探したらあのその人形が出てきたらしいんですよ。自分が勘違いしててもう売れたと思ってその人形を忘れてたんですよ。でもしかしたらその夢のつながりでその人形が忘れんといてって言ったんじゃないかっていう話をしてくれてでこの人形あのどうするっていう話になったんですけどこの人形って というのがいわゆる。対象ぐらいに抱き人形って言いまして、えー、ちょっとね。お金持ちの子とかはあのとまあ、陶器でできたやつなのかな？あのすごい立派なものを持つんですけども、抱き人形でも種類がいっぱいあるんですよ。ちょっと貧乏な子っていうのは本当かん、えー、に荒い生地に印刷して、えー、中にお若くつを入れて、もうすぐ消耗するようなあの人形だったらしいんですよ。 だかららこそないらしいしんですよレアというかでそのお金持ちが持ってる陶器の人形っていうのはそう脱木人形っていうのはまあ高級なもんだし大切に扱われているので今でも手に入るんですけどもその僕が,僕が探してたその人形っていうのはなかなかお目にかけられないか,かからないんですけどでその人形をどうやってその骨董品屋さんが手に入れたかというとえー 日本でそういう毎月22日に、えー、行われるのだったかなで行ってた時に、あのー、いっつもねもういろんな種類の、あのー、レアな人形を揃えてた夫婦がいたらしいんですよ。でその人が有名やったんですけど奥さんの方がすごいやり手でで旦那さんはアシスタント的な 感じなんですけど、奥さんがすごいエキセントリックというか、あのもうちょっとでも気に食わんかったらもう売らへんっていう。もう。これはお前乞食みたいなことを言うんですよ。あ、これは言った。かの彼女ゃん。<laughs> すいません <laughs>、書いてたんでちょっとすいません <laughs>。みたいなことを言うんですよ。で、お前なんかに売らへんぞみたいなことを言うらしいんですけど、あの？その中でその？目当ての人形があの。 抱き人形、今言ってたそのチープな方の人形をその琴平さんは探してたんでその人形ありましたかってその奥さんに頼んでたんですねで「あ手に入ったでっっ」でこれでしょって言ってそれをもらったんですがもらったというか買ったんですね手に入れたんですよであよかったこれ欲しかったんやと思って持って帰るんですけどもまた次の月にその コットイチに出たらその奥さんに呼び止められて「あごめんごめんあんたに渡したあの抱き人形あるやろ」って言ってあれちょっと間違えてたからこれと取り替えてくれへんか」ってまあ一緒なんですよ種類はだけど取り替えてくれって言うんですよで「あれなんでなんですか?」って言ったら「いやあんたに渡した方っていうのはいわゆる書き付けがあるややこし人形やねって言うんですよで「え何ですかそれは?」って言ったら「いやあのあんたに渡したやつっていうのはな あのいわゆる誘惑もの人形や」ってって「えっ?」て言って「ちょっともしあれだったら経緯教えてもらえますか?」って言ってちょっとこうお,お菓子でもあの出してご機嫌取ったら教えてくれたらしいんですよでまあうちんとこはその奥さんが今ねうちんとこは、まあ、いわゆるその人形供養のお寺とすごい懇意にしてるとだからお金出しゃ人形を流してくれるって そういううい場所があるんんやって言うんですよで私のところはあんだけ人形が豊富に揃えてるねっ,っあそうなんですかそれでも中にはなあて、まあ、お寺に持ってくて供養されてるもんやから書き付けって言って、まあ、いわく付きの人形があるんやって,ってであんたに渡したやつってのはそいの一つやねで、まで、あ、内容がやなその昔 北区って言ったらあ,ある場所に関西のある場所で、えー、おばあちゃんと孫が住んでたらしいんですよ。でその孫がねすごい可愛くて木立てが良くて、えー、その村の人がからもすごい慕われてたんですけど、あのー、ある日ね男に殴り殺されて大きな池があるんですよそこ。M 泥が池みたいなところがあるんですけどそこで亡くなって見つかったんですよでその亡くなった少女がずっと大事にしてたっていうのがその抱き人形なんですよチープなでその子は貧乏だったんでおばあちゃんが2人で不憫やと思ってその人形を与えててでそれと一緒に遺体が見つかったあ見つかったんですよねだからあそれで その,人形がみその女の人と人形が見つかったあごめんなさいめちゃくちゃまとまってないなごめんなさい <laughs> その女の子と人形がね見つかったんですけど犯人が結局捕まらなかったんですよで警察がその遺体と一応なんていうんですかねえー、証拠品としてその抱き人形を持って帰ったんですよするとおばあさんが朝起きたら 縁側に人形があるって言うんですよであれと思って警察の人が返しに来たんかなと思って「でもこれ娘のやつやな」って。で電話したら警察が「いやいやあの人形はあの証拠品としてあの今保管してますよ」「いやでもうちにありますよ」って「いやいや保管してます」って「いやうちにあります」って。え?」って言って警察の人が保管してるとこ見に行ったら「ないんですよ」で だから人形が何ていうんですかね一人でに動いてるってことですかみたいな誰かが持ってきたわけでもないのにでまた警察の人が取りに行くんですけど人形が何回も戻るっていうんですよねその家にで縁側でその女の子っていうのはあのその人形を持ってよく座ってたらしいんですよで結局もう結諦めて人形もおばあさんのところに置いてたんですけども、まあ、供養としてお寺の方に渡してそれをあの 人形のコットイチの夫婦が手に入れてで、オーナーに売ったんですよだからあれは曰く付きやからあんた曰く付きじゃない方がええやろって言って渡されたんですけどあわもうそれじゃあ僕二つ買えますって言ってオーナーを二つ買ったんですよで、その二つをど売ったもんやと思ってすっかり忘れてたんですよで、僕はそれなんかむくちらっと昔聞いたんであの。 欲しいんですって言ってたんですけど「売った売った」って言って忘れててでも今になって夢であんな夢を見てそれがきっかけで人形が見つかったらしくてで僕それ欲しいから売ってくださいって言ったんですけどいやこれ多分なんかやっぱ気持ち入ってるからうちんとこにおった方がええんちゃうかなって思うねえって言われたんですけどいやいや無理無理って言ってあの買い取りましたねそういう話なんですけど。 ちょっと取り留めもないんですけどそれでその人形を今日持ってきたんですよ。こういうねこういう人形なんですよ。こういう。こういうね。結構これ自体も珍しいんですけどねもう本当あのこれが。 少女と一緒に遺体として見つかったんでしょうねありがとうございましたあのねやっぱり忘れられるっていうのは悲しいことですよね一番一番悲しいことかもしれませんそういう お話ですよねありがとうございますはい、えー、まさか話に出てきた実物が出てくるっていう結構インパクトの強い話のあとなのであれなんですけど、えー、ちょっと前に知り合ったまゆさんという方から聞いたお話をちょっとしようかなと思います。まあ、この方方看護師さんをやっておられる方で 今も病院で勤めてらっしゃるんですけどそこでだいたい15年ほど前にあった話だと言っていましたそこに糖尿病を患っている山田さんという方がいらっしゃったそうなんですがこの方毎日毎日体重測定をしなきゃいけないそうで毎朝決まった時間に必ず体重計に乗るんですよで、まあ、皆さんも経験あるかと思うんですけど 学校の身体測定なんかで使うあのものすごい古いカシャンってなる体重計あれを使ってたので必ずその時間に山田さんが使ったなっていうのが分かるんだそうなんですなのでまるで時報のようにスタッフは使っていたそうで「ああ山田さんが体重計に乗ったからそろそろ採血行こうかね」なんて話をしているそんな山田さんだったんですが。 ガペ症を起こしてししてててままっっっ亡くなってしまったんですただそれからも毎朝毎朝カシャンっていう体重計の音だけは必ず聞こえてくるんですよ最初のうちはスタッフもあまりにもありえない話なので怖がってはいたんですが場所柄というかそういったことも 多少はあるといいううかどどんんん慣れていってっしまうんでも、まあ、結局のところまた時報のようにしてまた山田さんの体重計の音だねなんていう日が来てしまったわけなんですがやはりそこは病院という場所からとっても忙しい時が必ず出てくるんです。その日も 急に容体が悪くなった患者さんがいたりとかで残業は確定しているしあまりにも忙しくてスタッフはみんなイラ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 してたんですがそんな日にもカシャンっていう体重計の音だけは鳴るんですそれを聞いたベテランの看護師が吠えたんですよ山田さんもうあんたは死んだの天国でも地獄でもさっさと行きなさいよカシャン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 毎朝毎朝うるさいなもう羊羹でも筋子でも好きなもん食べなさい もうピリピリした現場だったんですがそれを聞いたスタッフほんとそうだそうだ天国行きなさいよって爆笑しながらも少し泣いたんですその日を境に体重計の音は鳴らなくなりました山田さん天国に行って美味しいもの食べてるかなそんなふうにまゆさんは語ってくれました以上でございます よくよく考えてみればね今日俺体験談まだ喋ってないんですよまあですからうんとまあ「百物語」っていうのでねたくさんいろいろとこうね濃厚な話とかもあったんで本当に小さいもんですけどここ最近僕が体験したお話を一本喋ってみようかなって思うんですがあのー、実家にこの間 まあこまあ、実家にこの間帰ったというか実家でこの間ちょっとね犬の実家で犬飼ってるんですけどまあ犬のね面倒を見がてらちょっと美容院連れてったりとかいろいろ動いてたんですよでそんなんやって美容院行って帰ってきて家にそしたらもうねうちの父ちゃんなんてね定年退職してるもんなんで家にほとんどいるはずだったんですけどその日はね家帰ってきてみたら親父なかったんですよだからまあ実家には俺と飼い犬 だっけっていう状態でテレビをねこうポーっと見てる時に実家はねあのスカッパー引いてるんですねそうケーブルテレビ引いてるもんなんでああそういや実家だからケーブルテレビでも見ようかと思ってねこうチャンネル回して何見ようかなって思ってたらちょうどね何チャンネルか覚えてないんですけどあの呪いのビデオがねテレビで流れてましてでは呪いのビデオだと思って見ていたらちょっとね 何番何歩かも覚えてないんですけどちょうど俺が呪いのビデオで一番怖いって思ってる投稿映像だったんですよでそれがどういうもんかって言いましたらなんか心霊スポットなんでしょうねなんかお墓みたいなところをこうわーって歩いていたらあ公園かな公園をわーって歩いていったら井戸が1個出てくるんですよでその井戸に網みたいのがかかっていてその空きの網の隙間から井戸の中をこう映していたら急に画面がブブ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 ブってブレ始めて 画面が途中切り替わるんですよね。そしたら部屋みたいなのが映し出されていて、その部屋の中で髪長い女がこうやって揺れてるっていうのが井戸の底映ってる最中に何回もこう入ってくるっていうもんだったんですね。ああそうだ、俺これめちゃくちゃ怖いって思ってたんだよなって本当に思ってる瞬間にで大陸路の方から水の音するんですよ。 でんって思ってんだろうなって見に行ったらあのー、特にね台所でそれこそ下水がなんか逆流してボコボコ言ってるとかそんなもなくっていやでも落としたよなって思いつつふってリビングの方を見てみたらうちのねそのタイガーっていうんですけどワンコロが完全にビビった顔してて耳落ちてて尻尾巻いてもうこんなんなってんすよ。 でけ俺の方にも来ないんですもでなんとなくこれ台所に入りたくねえんじゃねえかなって思ったんで俺リビングの方出てったらタガーが俺の足元にファーって来てで「あなんだなんだやっぱりなんか台所に原因があるんだ」って妙に納得してる時に後ろからまた。 聞こえだしてただ、後ろって言っても台所の,そのシンクのところからとかじゃないんですよ。俺のね、1m ーーぐらい後ろのちょい上、犬を俺、あやしてるもんですから、若干姿勢をかがめてるんですよ。ってことは、 音聞こえるところって大体俺とお身長同じぐらいのやつが立ってるようなところから聞こえてきてでその音聞いてる最中に俺一個ふって思い出したのがもともとちょっと医療系の仕事をしてる関係もあって患者さんみたいなとかもあったんですよね過去ねでゲロを横になってる状態で逆流させてここで詰まってる時のあのゴポゴポいう音だったんですよじゃあ その後ね何かがあったかっつったらその音する中ああの音だって気が付いて後ろ振り返っても特に何もいなくて音もしなくってでその後もね数分間うちの飼い犬ね震えていたけどもまあ途中機嫌も治ってきてで家の変な空気もなくなりでそうこうしてる間に呪いのビデオもテレビ上で終了してたんですよ。まあやっぱりああいうねものをね家で見ていたりだとかで俺の仕事も相まってたのかやっぱね ああいう投稿系の映像とかたまに見るの好きで見るんですけどそういうの見るとね気味悪い体験することがあるなというそんなお話でしたありがとうございますはいえっ、ー、とねこれもう今からね何年前になるんですかねある晩あのー、このねスリラーナイトに来られた、えー、50代ぐらいのご夫婦のお客様、ね、すごくね感じのいい方たちでいや私ら今日ね あの高知県から来たんですって言うんですで高知県って聞くとね僕すぐ反応しちゃうんですけど実は僕あの坂本龍馬が大好きなんですね僕か武田鉄矢かっていうぐらいこの坂本龍馬が大好きなんですので僕すぐ反応して「あ土佐ですか土佐から来られたんですね」って言ったらこのね旦那さんの方もまたやっぱね龍馬が好きな方だったんですねそうなんです 僕もね子供の頃から坂本龍馬が好きでとでここであの龍馬トークが盛り上がるんですけどとふとねこの旦那さんの方がそれでねロックさんいや本当嬉しいことにね実は私たちあの娘がいるんですけど娘が先日ね京都の男性のところに嫁いだんですよ、まあ、京都といえばね幕末の志士たちが活躍した場ですよ坂本龍馬もね活躍した場です。京都ですかいやそれはいいですすかいいいやそねと ってことはですよ高知、京都と来たらあとは長崎、この長崎というのもね龍馬が活躍した場所で有名、えー、日本初の株式会社亀山社中を作った土地ですよね。長崎が来たらこれコンプリートですねって言ったらこの旦那さんが、そうなんです。 先日ね私たち夫婦に長崎旅行をプレゼントしてくれたんですよでね観光してい,やいいとこだなと思ってでその晩ね私たち古い旅館に泊まったんですよって言ったところであそうそうその旅館でね六さん座敷わらし見たんですっていうえー、急展開だなと思ったんですけど聞いてみましたら、まあ、このねご夫婦 その晩この旅館の部屋で布団を敷いて、えー、隣同士で寝てるとと夜中にねこの畳を吸うねず,ず,ずっと音が聞こえてくるんですよで私目つぶったままなんですけどねその足音っていうのが私たち夫婦の布団の周りをぐる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 、ま、何周も回るんですよでこの奥さんの方も「えー、私もねその足音はっきり聞いたんです」でね奥さん私ねその足音聞いた時に「あっ これは座敷わらしだよく言うでしょ古い旅館に座敷わらし出るって。って言うんで僕もねえー、すごいですねちなみにそれ目開けた実際見たんですかええー、見ました見ましたっえやっぱりそれってこう幼いね女の子の格好してるんですかって言ったらこの旦那さんが「い,いえ私とね同世代の男性なんですよ」。 それがねずっと一晩中ぐる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 私,の私たちの布団の周り回ってるんですよでもねほら六さんよく言うでしょう座敷わらしって自分家にね連れて帰ると自分の家がいいことあるってだからね私一晩中それに向かってねどうか私の家についてきてくださいそう祈り続けたんですよなぜ中年男性を見ながら このご夫婦、それを座敷わらしだと思い込んでいるのかそしてそんなものを実際連れて帰ったらこのご夫婦どうなってしまうんだろうなと、まあ、そう考えるとちょっと気がかりな、えー、お話でしたありがとうございます何かが、えー、家に訪れてくる、まあ、そういった類の会談というのもあるんですけどね。 えっとこの話はですねまあ、とある東京都内のあるクラブの、えー、スタッフをしている女性の方から聞かしてもらった話なんですまあ、その方ことみさんという女性の方なんですけどね半年ほど前ことみさん引っ越しをしたらしいんですまあ、東京の、えー、とある小さな2階建てのアパートに引っ越しをしたと言ってましたことみさんのその時の部屋というのが引っ越し先の部屋ですねというのが えー、そのアパートの2階の部屋だったんですがそのアパート本当に小さなアパートでですね部屋が4つしかないんですよ1階に2部屋2階に2部屋でその2つの、えー、それぞれの部屋の間にこう階段が1本スーッとあってですねで真ん中にそういったこう通路があると、まあ、そういった小さなアパートだったらしいんですよねでその琴美さんの部屋というのは階段を外階段ですけどねそのまますーっと上がってえー、っと 右右側側ののの部部部屋屋屋でですすね上ががって右側の部屋がことみさん引っ越しを終えてですね、えー、まあその場所での新しい生活が始まったそうなんですが住み始めて23日したって気づいたらしいんですよね夜1時を過ぎた頃向かいの部屋から奇妙な女性のなんか叫び声のような,なんかそういったものが聞こえるらしいんです。 部屋のすぐ隣というわけではないですよね。というのは、その2つの部屋、間に階段の外の廊下がありますからね。でも、その外廊下を隔てて、向かいの部屋から何か奇妙な規制のようなものが聞こえる、あ向かいに住んでる人、ちょっと変な人なのかなと、えー、ちょっとことめさん、そう思っていたそうなんですよね。ただ、夜1時過ぎですからね、そんな時間にあんまり大きな声で喋、えー、られてもちょっと困るなと。 思いながら、まあ何日か、えー、そこで暮らしていたそうなんですけどね。まあそんなことがあって、えっ、ー、とその時から一週間ほど経った頃ですかね。ホトミさん、夜、えー、夜中ですね。お友達と電話でおしゃべりをしていたそうなんです。で、自分の部屋でこう楽しく友達と喋っていたんですよね。そしたら突然自分の部屋の扉をコンコン ノックする音がしたんです。まあ、夜中も1時過ぎてますよね。え、誰だろうそう思った。で、電話してる友達に、あごめん、ちょっとこんな時間なんだけど、誰か来たみたいで、一回ちょっと電話切るね。って電話を切って、えー、琴美さん、玄関に向かったんです。そして、このドアのこの丸い覗き穴ありますよね。そこから外を見た。そしたら、そこに女性が立ってるんですよ。え、誰かなそう思って、琴美さん、 鍵開けてドアガチャッと開けたら玄関先にびしょびしょに濡れたずぶ濡れの女が立ってるんですそして「ちょっとうるさいんですけど」って言われたんですよでとりあえず小美さん「あすいませんごめんなさい、えー、ちょっと音控えるにします」って言ってそのままドアを閉めたんですよね別に友達と電話してたんですがそんな大声で喋ったわけでもないですし あの人を迎えに住んでる人なのかなと、まあ、そんなふうに思っていたそうなんですただやっぱりどうしても気になったんでつむひことみさん友達を呼んで本当に自分の部屋で喋っていた電話の声が外に漏れているのかちょっと確認してみようと思ったらしいんですよねで友達に家に来てもらってその友達に自分の部屋に入れてですねちょっとねここで電話してる感じで喋ってみて私一回外に出て音が漏れてるから確認するから。 っって言ったんですよで友達が「あ分かった分かった」って言って友達がその部屋に、えー、残ってですねでそこで喋ってもらうで琴美さんは一回部屋の外に出て部屋の音がどれぐらい外に漏れてるかを確認しようとしたらしいんですで外に出た部屋の中では友達が喋っている何にも聞こえないんですよ、まあ、ちゃんとしっかり音はシャットダウンシャットアウトされてるわけですよね音聞こえないのに昨日クレームに来たあの人 何なのかなって思っていたんですがちょうど自分の玄関の反対側に隣の部屋の扉が玄関の扉があるんですよそこをふっと見たらその扉のドアノブに鍵が差しっぱなしだったそうなんですあれ隣の人鍵抜き忘れてるそう思って琴美さん向かいの部屋ですよねドアをコンコンってノックして「すいません!」ってったらそから女性が出てきたんです 鍵あの取り忘れてますけどって言って琴美さんちょっと驚いたんですよね向かいの部屋の人昨日その家の前に立っていたのずぶ濡れの女とは全くの別人なんですよ小さなワンルームなんで何人かで暮らしている形跡もないあ昨日クレームに来た人向かいの人じゃないんだなと思ったんですよねで部屋に戻ったでまあじゃあ下に住んでる人が 上にまでクレームに来たんだろうかでも隣ですら聞こえないのに下の人にうちの部屋で喋ってる声が聞こえるわけないえどうしたんだろうなと思っていて、まあ、早速小留さん次の日管理会社に連絡をしたんですよそしたらそのアパート下の2部屋誰も住んでないそうですあのずぶ濡れななった女一体何だったんだろうそしてなのにその日 外雨も降ってなかったそうなんですよね琴音さん私にこう言ってくれましたひびきさん多分これまた何かあると思います何かあったらひびきさん言いますね私すごい怖いんですけどひびきさん階段集めてるんで何かあったらすぐ言いますねまあ、そんな風に、えー、彼女私に話をしてくれましたへー 津田さんんという方がおられるんですけども僕のであのー、その方はちょっとまあ造形関係の仕事をされてるんで、まあ、美大出身なんですよねで田舎から東京に出てきて美大に行って、まあ、その頃のお話なんですけどもある時あの別の美大の先輩から「 その美大でヌードモデルをやっている D さんという女性がいて、でその人ん家で食事会をやるから来ないかって誘われたんですだもう10代の男性ですからね、もう行く行くって言って、で、行ったんです。で、当日は男性3人、女性3人で、その D さんの、えー、モデルのね、D さんのお部屋でご飯を食べることになったんですけども、その、初めて行くその D さんのお部屋が入るとね、玄関のところからね、まあアパートなんですけども、 大きいいね、なんか祭壇みたいのがあるんで、すって。で、ああ、なんか宗教やってんのかなと思って、それで、ああ、なんか人集めて、もしかしたらなんか勧誘とかされるのかなとも思ったんだけど、まあやっぱりそのヌードモデルの人がっていうことでね、そっちの下心の方が先に立って、まあまあいいやと思って入ったらそうなんですね。で、みんなで食事をしてて、で、食事が終わって、みんなでこう雑談なんかしてると、その D さんが、 自分がモデルになった絵をこう持ってきたそうなんですよ。でまあ,あのヌードの絵で自分がモデルになってるんですけどもで「この絵から何か感じない?」ってみんなに言うそうなんですよ。でこれみんなちょっとそれ見てくれないって言って「えなんで?」ってその言ったら「私はすごく実は霊感が強いんだ」と。それでその自分の霊感とかを高めるために祭壇を置いてる。 それでね、この絵は何か不吉なものを私は感じるのと。でだからこの絵を描いた人に何かすごい悪いことが起きるかもしれないから何かこの絵の中にそのヒントがあるかもしれないからみんなちょっとその絵を探るのを手伝ってくれないって言うて。でみんなでその絵を見るんだけどいやーわかんないなー何もないけどなーってみんな言ってるんですけど須田さんだけ。 ななんか変な違和感,感じたそうなんで,すであこれこれあこれがあなたですよねでこのあなたの後ろの方になんかこう汚れみたいのがこうあるみたいに見えるんですけどこれあ男性ですよねなんか帽子をかぶったトレンチコートを着てる男性が立っててあ立ってるんじゃないわ首からなんか出てるあこの男性なんか首つられてるんだ っていうところまで言ったときに、自分の腰のあたりにものすごい違和感感じて、なんか幅10センチぐらいの大きいムカデが自分の腰の中から何か体の中に入ってきてるように感じたそうなんですよ。で、その体の中に入ってきたムカデが体の中で皮膚の下とか骨の間で暴れてる。もうそこからね、須田さんはね、油汗かいてガタガタガタ寒気で震え出して、そしたら、 その D さんが、あ、あなたもしかして今何か体の中に入ってきたんじゃないって言って、他の人たちをみんな返して、その須田さんに紫色のなんか布を首にかけて、お香を焚いて、手に十字を持たせて、それでお祈りを始めたそうなんですよ。で、そのお祈りがずっと続いて、朝までかかって、で、朝になったら、だん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 楽になってきて、 とうとうもう完全に日が昇る頃にはもうその違和感みたいなのが抜けてしまったそうなんですね。で、そこからもう須田さんはまあその D さん家から帰ったんですけども、で、そこからね D さんにはね、もう連絡取ってなくて会ってないそうなんですけど、なぜかすごい確信みたいのがあって、これ、このムカデみたいのを何か自分の体の中に入れたか何かしたのはその D さんなんじゃないか それで D さんは自分の中に発生したそのムカデみたいなものを採取して集めてるんじゃないか理由は分かんないですけどそういうふうにすごい確信を持った考えが生まれてでまあちょっと怖くなったとそういうお話をね、えー、須田さんから昔の思い出話として聞かせていただきましたありがとうございます、うん えー、福本さんという鉄道職員をされている男性のお話なんですけれども、えー、関西の方で私鉄のこう職員さんなんですけれどもまだ入社したての頃に、まあ、研修とかいろいろやって、まあ、覚えることもたくさんありました。である晩一日の仕事を終えてちょっと残業もして。 でようやく最終電車に乗り込んだんですでもう乗客ほとんどいなかったそうなんですねで、乗車口から反対側のドアの方にこう肩で持たれかかりながら窓の外まあ、見ると話しぼんやり見てるあーもう今日も疲れたなーっいろいろ覚えることあるなーってそんなこと思って腹減った 今日夕ご飯なんだろうで福本さんって実家暮らしなんでうちに帰れば母親が用意してくれた食事があるからあっためればいいや今晩なんだろうな夕食楽しみだなそんなこと思ってると <laughs> 焼きそばのいい,いい匂いが漂ってくるんです。 もうソースのこう甘い食欲をそそるようないい香りがこう電車内で漂ってきて「うーわーいい匂い」「誰や焼きそば食ってのらましいないな腹立つなもう早く帰って何か食いたいな」ってでその時何気なくふっと見ると座席に幼稚園生くらいの子供がが座って焼きそばパンかじってるんです。 でちょっと横顔が見えてこの辺りほっぺが膨らんでいておいしそうに食べてるんですで円服を着ていてで靴をこうしっかりこう揃えて脱いであってで座席の上に正座しておぎょうぎょくもぐもぐ食べてるんですただちょっと見てみるとなんとなく泣いてるようにも見えて泣きながらその焼きそばパン食べてるんですで見ると親御さんらしき人がいないんです近くにあれ どうしたんだ終電でこんな時間に幼稚園児が1人で焼きそばを食べて何やってるんだろうな気にはなったんですけどもう勤務時間外だしまあいいやそう思ってまた窓の方を見てでそうすると後ろの車両がガラッと開いて1人の作業着を着た男性がフラッと入ってきたんです。でももこの方明ららかにししていていうフフフフラフラフララながら 通路を歩いてくるんです。わあ酔っ払いだ」なんて思ってるとドサッという大きい音が聞こえて「びっくりしてほっ!」と振り返るとその作業着姿のデースした男性さっき幼稚園児が座っていたところに思いっきりバサッと倒れてるんでも勤務時間外ではあったんですけど慌てて、えー、その座席まで行って「ちょっとお客さん!」 ついをしようとすると「ああ」ってものすごい勢いでにらまれたんです「お客さんちょっと気をつけてくださいよ」って言ってよく見てみるとさっきそこに座っていたはずの男の子の子姿がないんですあれって一瞬のうちにその男の子の姿が消えていて脱いで揃えてあった靴もなくなっていてあの 焼きそばのいい香りさえも電車内には全くなくなっていたそうです。これはですね、宮城県仙台市の一平さんという人から聞いた話で。でこの一平さんによれば、あの、ね、七代さんとか田中さん、田中俊之さんにも。同じ話をしているそうなんでもしかしたら。その人たちのユーチューブだに何なりで聞いた。 話覚えがある話かもしれないですね、皆さんにとっては。ただ、まああの、ちゃんと体験者さんから私も取材して聞いた話なので、まあ、ここで話させてもらいますけれども、えーまあ、正確に言うと、体験者さんは一平さんではなくて、その幼なじみのご友人の方なんですね、同じ仙台に住んでる人、まあ、仮に良君としておきましょうか、そのく君で男の子、小中学校一平さんと同じだったんですが、高校は、えー、別々になった。ただ、まあ、一平さんと良君。 その後も高校生になってからもバンド活動で同じバンド組んでいたので、ちょこ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 会う機会はあったそうなんですよ。えー、そうこうしているうちに、りょうくんの方は高校2年生で学校を中退してしまって、まあまあちょっと不良みたいな感じになってしまったのでね。で、何をするでもなく、えー、まあ不良仲間とちょっと遊び歩いて、えー、仕事に行くでもなく、働くでもなく、学校に行くでもなくっていう日々を過ごしていた、そんなある日。 えー、りょうくん、いっぺいさんと久しぶりに会う機会があって、おどうしたの最近、いや、学校も行ってなくてさ、みたいなことを言ってるうちに、いや、それがさ、ちょっとこの前、変な目にあったんだけど、お前に聞いてもらいたいんだよ、って言い出したんですね。りょうくん、その日、不良仲間たちと、玄茶、スクーターで、えー、仙台駅の方に遊びに行ったらしいんですね。で、駅前の繁華街とか行って、 でまあなんやかんやしているうちに冬だったんですぐに日が暮れて暗くなってくるまあじゃあ一旦ちょっと地元の方戻ってっていう感じで、えー、またスクーターでギーってそこから2 3 0分走らせてでちょっと一回休憩しようぜって、まあ、とあるマンモス団地の辺りで現茶を止めてでタバコを吸おうとしたんですね。 まあもちろん彼は未成年なので、一応法律違反だと。だから大人たちに見咎められたらちょっと厄介なことになる。まあこういったマンモス団地の冬の日暮れのちょっと夜の時間帯に、えー、建物の影とかで吸おうと思ったんですよ。まあそういう面では団地は都合がいいですよね。あんまり通行人以外がそんなにうろうろ、あそこに住人以外がうろうろしてるわけでもないですし、まあもう日も暮れてるし、で、かつ、 まあ、これ言っちゃうとちょっと特定されちゃうから、まあ、あの、その近くにある公園が、ひょうたん沼っていう、えー、沼があるんですが、そこが子供が実際溺れ死んでたり、結構自殺者がいるということで、心霊スポット扱いされていたんですよ。で、その池の近く、その沼の近くだったので、えー、余計に人があんまり、ね、暗い時間には通ることはない。ということで、まあ、その建物の裏手の方ですね、道沿いじゃなくて、団地の陰の方に行って、えー、3人でスパ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 、タバコ吸ってたら、 お兄ちゃんお兄ちゃんって声がしたんですね。え上の方から見,見上げると、その団地の3階部分、道に面してないからベランダですね。ベランダがあるんですけれども、そのベランダから5歳ぐらいの女の子がこっちを見下ろしてるんですよ。お兄ちゃん、お兄ちゃんってまた行ってくる。うわブウって、こう、とっさにタばっ隠して。え何どうしたのって。 なるべく柔らかい感じで返事したんですね。まあその,あの部屋にいるであろうお父さんお母さんになんか自分たちがタバコ吸ってるよってチられたらちょっとね厄介なことになるかなと思って何でもないよみたいな感じでね、えー、どうしたのって、えー、話しかけられた。そう言いながらふと思ったのが先ほどから言ってるように冬のもう日暮れ時なんですけどその女の子は異様に薄着なんですよ。もう本当に半袖とかノースリーブというかのね 薄い夏服1枚羽織っただけ。そんな女の子が、あのね、お家入れないのって言ってくるんですよ。え、入れないえない、どういうことあのね、ママがお家に入れてくれないのって言うんですね。え、え、え、そのね、鍵かかってるってことその窓から部屋入れないのうん、ママが入れてくれないのって言ってくるんですね。え 3人で顔を見合わせて、いや、これ、虐待だべ、ああそうだよなえ、だって、どんどんこれ寒くなるし、あんな薄着1枚でベランダにずっと締め出されたら、これ、下手したら死んじまうべ、みたいな感じで3人で話し合って、さすがにこれ、ほっとけないだろっていうことになって、え、あの、お兄ちゃんたちさ、ちょっとそっち行ってみていいかな っって言ったんです、ね、そしたら、うん、来て来てって言うんです。え部屋の番号、それ、分かるうん、308、308って言ってきたらしいんですよ。これはちょっと、中にね、母親がいるんだったら、ひと言言わなきゃだめだろうっていうことになって、まあ、正義感は強いやつだったんで、そのまま3人で、また、 こう道沿いの入り口の方にばーって回っていって、階段を3階まで登っていって、とはいえ大きい建物なんで、そこで一回裏手回ってしまったんでね、裏表回ってしまったんで、ちょっと方向感覚が分かんなくなって、あれ、右か左か、こっちかこっちか、308ってこれどっちだろうっていう感じで探していくうちに、え308ここだよなっていう部屋。 あったんですけどもちろん307、309に挟まれてるからそこは308であることは確かだろうけどおかしいんですよ。表札も何もかかってない。で、まあ、308という部屋番号すらもない。もう空っぽのこうケースが入っていないケースら入れ、あの名札というかね、が入っているところの空っぽの状態のものしかない。でしかも その辺りだけ廊下の蛍光灯が切れているというか抜かれていて、なんかぼやーんとした薄暗い影の状態になっている。で、何よりもその308であろう部屋のドアだけ、雑にビーッ、ビーッってガムテープでバッテンがなされていたそうなんですね。おこれ、どうするって、3人。 顔を見合わせたんですがりょうくんそのドアを見ているうちにあることを確信したんですよあそうかうんそうだなって確信してでもその確信がひらめいた途端により一層そこが不気味に怖く思えてしまっておいもういい逃げよう逃げよう帰ろう帰ろう帰ろうって言って 他の2人をせかせて、また階段を降りていって、裏手の方に止めた自分たちの現地の方に近づいていくうちに、やっぱりもう見るともなしに、先ほどの308のベランダ見ますよね。えっと思ったのが、そのベランダも斜めの角度から見ると、段ボールがいくつも積まれていて、粗大ごみであろう、タンスとかカラーボックスとか。 椅子みたいなものが乱雑ににぎぎゅゅううまてるんですねさっき見たときはそんなもの絶対なかったんですよでも明らかに子供だろうとなんだろうとそんなに立てるはずもないような感じでものがぎっしりゴミが詰まっていたこれって思って「にげよにげよ」ってそのスクーターエンジンブルーってかけた瞬間頭の上から「お兄ちゃーんお兄ちゃーん!」 でさっききの子の女子声聞こえてきたもう3人とも上を見上げられずにそのまま地面だけ道路だけを見て必死でスクーターを走らせていったっていうことをりょうくん一平さんに話したんですねで一平さんその何ドアの前で感じたことっていうのは一体何だったのって聞いたらいやああの時な ななんんんんでか分かか分いだだけどはっっきり分かったんだよって俺がもしこの明らかに人が住んでいないであろうバッテンがガムテープされているドアそのドアノブを手かけたら絶対に鍵がかかってなくてガチャって開いてそのまま中に入れるんだろうなっていうことがはっきり分かったでもはっきり分かったからこそ怖くなって逃げ出したんだよもしあの時俺があの部屋入ってたら お前にこんな話もできなかったんだと思うよっていうお話を聞かせてもらいましたどうもてつですあ今からもう25年ほど前の話なんですけども私その頃木材作業というか木材工場に勤めてたんですね でその時 N 君という同僚がいたんですよ。まあ、同僚って言っても、私よりももう年10個以上下の人なんですけどもねで、ちょっと天然ボケな方だったんですよ。で、その N 君がどんな仕事をしてたかというと、一日中、板に向かってビスをビュン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 打ちつけるって仕事だったんですよね。で、ああ、それ、楽そうな仕事だななんて思う方もいらっしゃるかもしれませんけども、実はすごいきついんですよ。それ、なぜかというと。 精神やられるんですよで私も一回その仕事やったことあるんですけども、ビス打ってるうちに、なんかいろんな人生を振り返ってしまうんですね。いやあの時俺、なんであんなことをしてしまったんだあの時なんでこんなことを言っちゃったんだとって。もうやたら人生後悔するんですよ、ビス打ってるともも。もやもやした気持ちになる。いやもうやだいやなんであの時俺、もっと真面目に公務員試験の勉強しなかったんだろうとかね、本当、そんなことばっかり浮かぶわけですよ。ところがその N 君は 一日中ニコニコしながらビスビュンビュンビュンビン打ってるんですね。すごいな、こいつどういう精神行動してんだろうと思ってた。で、そんなある日の休憩時間、あ僕、その N 君にクイズ、クイズを出したんですよ。よ、N 君、クイズを出します。俺、俺の親父とおふくろから生まれて、兄ちゃんでもなければ弟でもない。姉さんでなければ妹でもない。それ誰だーれだ N 君、え答えはね、俺だよって言ったのん。兄ちゃんでもないし、弟でもない。で、姉さんでもないし、妹でもないって言ったら、もう俺しかいないでしょって言ったの。そしたら N 君が、ええっつっ,たっ,つったの。分かったええ、本当に分かったって。で、その次の日から、N 君、工場来なくなっちゃったんですよ。実は彼、なんか脳に腫瘍ができたとかで、で入院することになった。 で、結局そのまま亡くなっちゃったんですよ。で、それから49日が過ぎて、さらに一貫月ぐらい経ったときかなあの、牧野っていう、まあ、こいつも工場の同僚なんですけど、で、この牧野はすごいその N 君を可愛がったんですね、で、俺に声かけてきたんですよ、その牧野が。いや、鉄、お前よ、N 入院する前に何かあったかっての。いや、別に何もねえよって。 いや昨日な N が俺の夢に出てきたんでクイズ出してきたの。親父とおふくろから生まれて兄貴もでもなければ弟でもない姉でもなければ妹でもない誰だって。だから俺夢の中で「いやわかんねえ」っつったそしたらその N が「見たー」って言ってたんで,すってで答えはね「哲さん」って やっぱりエヌ君理解してなかったんだね。どうもオカルトコレクター田中としです。はい <laughs>、えー。そうですね。ちょっと、えー、まあ、聞いたこともあるかもしれないですけど、なかなかこう面白い話というか好きな話がありまして、えー、僕のね、まこ、あ、こはもう全部実名で行きますよ。あの。 いや、こっちじゃないかなカッパの話にしようかないや違うなあの、えー、久保さんっていうねカメラマンの知り合いがいるんですけど、えー、神戸で、えー、カメラスタジオをやってましてでその方がねあの専門学校の時にあのアルバイトをしてたんですよ。で だっっけな今もないと思うんですけどあのいわゆる観光バスを洗うんですよで神戸の三宮っていうところまあ歓楽街一番栄えてるところなんですけどそこのね、えー、JR の高架下に基地があったんですよで観光バスを終えたやつがそこに来てそれを洗う洗ったり掃除をするってでこれが 何ですかね時間が決まってなくて10人1チームなんですよでその日の与えられたバス何台かをもう自分らの,あの頑張れば頑張るほど時間が縮めるというかだから結構3時間で終わる日もあったりしてでもお金は一緒なんですよだから結構割のいい仕事だったみたいなんですよねでその中でねちょっと変な人がいたって久保さんが言ってあって それが、えー、50歳ぐらいの女性の方で、佐藤さんっていうお名前の方がいまして、で、その人が変わってて、よく遅刻するんですよ。めちゃくちゃ遅刻するらしくて、しかも大幅に遅刻することが多くて、まあ、あれは田中並みだぞ。誰が、誰が遅刻すんねん。誰が、誰が遅刻前、誰がクワトルブッキング、クワトロピザちゃうねんからね。 一回クワトロブッキングしたことありましたけどね、まあ、そんな感じでねあの佐藤さんっていうのはすごい遅刻をするとでだらしない人やなって久保さん最初思ってたんですよでもね聞いたらそうじゃなかったんですよっていうのがあの佐藤さんっていう女性50歳ぐらいの女性とあのベテランの人があの3人いたんですよねその中の一人が佐藤さんなんですよでベテランの女性が3人いたんですよ50歳のでそれは仲いいんですよ3人とも でその2人あとの2人の友達がこう久保さんに教えてくれて「いやあの佐藤さんはあの寝坊とかじゃないねんで」え何な,なんですか?」あのなあの人ちょっと変わっててあの自殺とか交通事故の現場を見んねんで」でそれもなんていうのかな一番とかその目撃者になんねんそれでいつも警察にあの聞かれたりしてそれで遅れてんねん いやほんまっすかっほんまものすごいね私らが知る限りでも最何こっち神戸に来てからでも発件ぐらいは自殺見てんねんであの人仕事来る前にプライベートでも見てるって言ってえっ、ー、って言ってじゃあ佐藤さんが来たで,で聞いたらほんまにその事故か自殺かを見てそれでちょっと警察にって言ってえ変わってんなと思っててじゃあねその10人の あのチームの1人がね全然若い子が辞めることになったんですよ。で送別会を開きましょうと言われてその社長も含めて、まあ、11人で居酒屋に行ったんですよ。でこの酒もつ、えー、飲んでこうみんないい感じになった時にちょうどね佐藤さんその遅刻する佐藤さんでお友達の2人。 テーブルの向かいにそれで佐藤さんの横に久保さんがその4人でこう喋ってた時に、まあ、お酒も入ってきてその2人がね結構こう、まあ、ノリで言っていくんですよね佐藤さんに「あんたほんまちょっとへ呪われてんじゃうの?」そんなあんまあ、聞いたことないで,で「ほんま気をつけた方がええで」とか言ってまあでも仲いいんで、まあ、そういうやりとりはいつもしてるんでしょうそう言いながら佐藤さんも「あま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 あ」とか言いながら 二人は立って別のテーブルに行ったんですよで久保さんが向かいに座って佐藤さんと二人になって久保さんは本当に心配だったんで「いや本当にちょっとあのそういう何ていうんですかお祓いみたいなの行った方がいいんじゃないですか?」って言って「僕もよく知らないけど」って「大丈夫ですか?」って言って「それいつからなんですか一体」って聞いた時に「いや子供の時からやね」って言うんですよへえ」で鳥取のね田舎に住んでたらしいんですけど もうね気づいた時には小学校ぐらいの時から学校に行く時でも声言葉ではないんですけどそういうニュアンスのなんか声みたいなのが聞こえるっていうんですよだからこっちだこっちこっちみたいなでそこに行ってみたら最初は小動物が死んでたっていうんですよねで動物が 亡くなって死んでたんですけどこう都会に行くにつれて人間になっていくっていうんですよねえそんな声が聞こえないそれで都会でもそうそうそう,こう歩いてたらこっちこっちみたいな声が聞こえてもう分かってるから行きたくないんだけど体がそっちに行ってじゃバーンって人が降りて落ちてくるって言うんですよへえってなってでもね久保さんちょっと最近不安なのよってな,なんでなんですかあの その声が聞こえるって言ったじゃない声というかそれ聞こえてからその事故なり、えー、自殺なりが起こるスパンが短くなってるんよって言うんですよえいやこれ私には分かんねんけど声聞こえてすぐやねん,なんか怖いねんって言ういやなおさら行った方がいいですいやほんまなんか紹介してみたいなことでその創う使いを終えたんですけどそこから1か月後ぐらいですかね またあの遅刻してきてきで聞いたらもうちょっとねひそうな顔してるんです佐藤さん。役場さんおかしいと。あのもう声がしてもうここはすぐやったってあれちょっと悪意感じるなんかやられるかもやられなんかこう私に攻撃してくるきてるんじゃないかないやマジっすか大丈夫っすかいやいやほんまにちょっと行った方がいいっすっていやでも分からへんしそうこうしてたらまた。 そっからら週間後ぐらいですよ次は電話がかかってきてね事務所にで社長がこう通るんですよ、はい、おいおおおちょっと待っとけお分かったかってきってで久保さんがちょうど事務所に行ったんで事務所にいたんで久保お前ちょっと来い社長と行ったら自殺現場やったらしいんですよでいや佐藤さんがちょっとテンパってんねでって電話で、はい、どういうことって言ったらこう 佐藤さんから電話かかってきて社長もうダメですもう当てに来てます当てに来てますまあ社長も知ってはるからそういうのもうあかんかんかんもういやもうもう,もう無理無理無理もう仕事もできんって言ってそういうことを言ってたらしくてで行ったんですけど佐藤さんの姿が見えないんですよで警察の人に聞いたらああ多分あっちで保護されてると思いますよで行ったんですよすると佐藤さんがこうぐったり椅子に座ってるんですよねで大丈夫かって言ったら いやもう私無理です。もう無理無理。だって恋してここですよ。恋、うん、して上にもう本当に当たりそうだったんですよって言ってるんですよ。でまあ落ち着いて落ち着いてって言ってたらそのね佐藤さんの傍らにね25後半ぐらいの綺麗な女性がいたらしいんですよ。で母もこう言ってますんでって言ってくるんですよ。あれって思って娘なんです。 母もこう言ってるんで、もう、えー、仕事できない状態で、ね、精神的にもちょっとしんどいんで、もう明日にでもすぐにでも鳥取の田舎に帰ろうと思ってますって言って、あちょっと待ってくれって、これ、バイト抜けられるのはね、しんどいですからね、社長が、あのー、その娘さんと佐藤さんと一緒に喫茶店に入って、ちょっと30分ぐらいしゃべったんですけど、久保待っとけよって,って。で、30分帰ってきたんですけど、あっ、久保、もうあかんわ、佐藤さん働けんわ、もうあし帰るって言ってるから、まあ、ちょっとすぐ。 バイト入れるからちょっと9人で頑張っってていくれででで帰ったんですで次の日ですよねその佐藤さんが辞めるっていうのは久保さんと社長しか知らないんでそのミーティングの時に「あの実は昨日こういうことがあっても佐藤さん実家に帰られるって言ってるんで」でそういうことを言うと仲いい二人がいたんですいた,いたじゃないですかその二人があのなんかこう何かを言いたげな顔なんですね。で あのまあ辞めるけどまあとりあえずすぐ人入れるからもう佐藤さんはちょっともうさっき午前中に娘さんと来て、あのーまあ、荷物持ってもうその足で実家に帰ったからってじゃあその友達の女性2人がこう機嫌な顔というかこうしてるとで社長が「お前何やお前ら何か言いたいことあるんか?」って言ったらいなんかこう。 言いにくそうなんですけど一人が「いや社長私たちもう佐藤さんと随分長く付き合ってますと」ともうそれでプライベートも一緒に遊んだことあるんですけど「あの人結婚してませんよ」って言うんですよ「えっ?」で子供なんかいるって聞いたことない私たちだってお見合いパーティーに連れて行こうとしたぐらいなんですからこの何年間でそんな話聞いたことないんですよその人誰なんですかっていや 娘って言ってたよなってあ言ってましたっていや絶対そんなことない心配やなと思って社長が一応その実家のね電話番号を聞いてたみたいなんですよそのまあ何か忘れ物とかあったらあれなんで携帯がもうないって言うんででその電話にねかけたんですよ社長がかけてみろってブルブルって「あはいはいああすいません」って言ってガチャって切ったんですよ 鳥取というかかか岡山にかかったで全然関係ない人にかかったわそれ以来佐藤さんに連絡がつかないみたいなあの娘っていう人は一体誰だったんでしょうねありがとうございました <music>